パリ五輪の陸上女子やり投げ金メダルの北口遥花が日本オリンピック委員会 JOC 公式 X に登場し、告白した好きな食べ物でファンの好感度が上昇している。画像金メダルでも 北口はるかが競技中に寝転がりながらカステラを食べる様子 JOC 公式 X で展開されている金メダリストに質問する企画に登場した北口出身地に北海道旭川市です地元の好きなところに自然が豊かでご飯が美味しいところですなど投げかけられた質問に回答していく注目されたのはここからだ今一番食べたいものはと問われるとお寿司とラーメンです 好きな食べ物はの質問には、ジンギスカンとサンマのお寿司と、と答えた。が、これで終わらない。あと、シュークリームとケーキとアイスです。とやつぎ早に回答。ちょっと欲張ったのか、本人も、ははは,は、笑い出した。他にも、チェコの好きなところ、やり投げの魅力などの問いかけに明るく答え、北口のキャラクターが存分に伝わるインタビューになった。ファンからは、 めっちゃほっこり可愛いんだけど、食べ物がまるっと道民で大好き。金メダルを達成しても、謙虚で素朴さを持ち合わせた北口遥花選手。などの声が寄せられ、すっかり魅了された様子だ。しかし、競技に対しては誰よりもストイック。多くのメダリストたちが日本に帰国しているが、北口はすでに練習拠点であるチェコに渡った。欧州で3試合を転戦する予定で、 夢の70メートルを目指して成長を求める。